ドイツ帝国の海戦の証書。ビルヘルム2世の新書のもとに、帝国最小、テオバルト・フォン・ベートマン・ホルベークの副書がある。連書。副書は、別の者のが重ねて署名すること、または重ねて署名されたもの,のことである。二人以上の署名者が、同一の文書等に署名を連ねる場合を連書と言い,い、すでに署名されている。文書等に追記する別の署名について、 副書という場合があり、両者では、その署名の意味そのものが異なる場合もある。署名の認証や検証を目的とする副書では、承認による副書のほか、署名者本人による副書もある。日本国憲法の原本、漁名漁事に続いて、大臣の副書がなされている一般に、法令の交付には、内閣総理大臣及びその他の国務大臣の署名が必要である。 大日本帝国憲法の下では、主に公文式や公式令に詳細が定められており、天皇が署名し、署名したと市付き日を記し、次に国務大臣が副賞を行う形式であった。日本国憲法の下では、憲法第74条に規定されており、主任の国務大臣が法律、政令の末尾に署名し、その最後に内閣総理大臣が連勝を行う形式をとる。 主任の大臣が複数あるときは署名は、県政順による。また、当該法律、政令に関して、内閣総理大臣自身が、主任の大臣である場合は、主任の大臣の筆頭に署名をする。したがって、内閣総理大臣自身が、主任の大臣として、署名の主体となるときは、連署は行わない。旧憲法下の、副書が、 国務大臣の保守についての責任を表示するものであったのに対して、現行憲法下の、伝書は、法律、政令に対する内閣自身の執行、制定についての責任を表示するものであることから、両者はその性格を意にする。今日の通説的見解の立場によれば、憲法第74条の署名、伝書は執行の責任を表示するという性質のものであり、 これを書いていても、法律、政令の効力やこれらの執行の責任には影響しないものと考えられている。現行憲法下においても、法令の交付や解散証書などに副書が行われ、これは憲法74条に規定する署名や連書とは異なるものであるが、天皇の国事行為において内閣による助言と承認があったことを内閣総理大臣が内閣を 代表して確認を行うもので観光として適当なものであると評価されている。なお、これら副書、連書は大臣本人が御署名原本に毛筆で行うため歴史的、美術的に価値ある資料でもある。議員規則上において議員による連書が要求されている場合がある。法律案その他の議案を、発議議長、副議長の信任、 不信任に関する同義もしくは、決議案の発議仮議長の信任、不信任に関する同義もしくは、決議案の発議上任委員長の解任に関する同義もしくは、決議案の発議内閣不信任決議、内閣信任決議仮議長の信任、不信任に関する同義もしくは、決議案の発議。委員会において、少数で廃棄された意見を議員に報告しようとする、 場合本会議における修正の同義地方自治法の定めによる直接請求の手続きに関して一定数以上の住民による伝書の定めがある特別法による組合等においては役員等の改選または解任する請求の手続きに関して組合員等による伝書の定めがある刑事訴訟法においては被告人の意思確認のために 書面への弁護人と被告人の連署を求める定めがある。文化財保護法では文化財の管理責任者の選任または変更の届出の際に所有者と管理責任者の連署の定めがある。土地区画整理法などの借地権の申告手続きについては所有者と借地人の連署の定めがある。英語のカウンターサインやカウンターサイネチャーは副書と和訳される。 連書と和訳する場合もある。副書は署名された文書に第二の署名を記すことを言う。例えば、会社の代表者が署名した契約その他の公式文書には、交渉人や会社の初期役等が立ち会人として本人が署名したことを確認して、副書することがある。あるいは、会社の代理人が署名した契約その他の公式文書に委任者が、 代理権を付与したこと確認するために副書することがある。また、旅行用小切手には所有者があらかじめ署名し、旅行用小切手を使用する際に相手の面前で副書し、両者の一致によって正当な小切手としての効力を発する。電子署名は電子文書に対して署名と同様の役割を果たすものなので、電書や副書など複数人が署名を行うための 方式がある。ありがとうございます。